島津氏は、武家、家族だった、日本の士族。鎌倉時代から、江戸時代まで薩摩を漁した、薩摩島津氏が最も有名だが、他にも多数の文家がある。本校は主に、薩摩島津氏を本流とした記述である。通じに、ただし、旧。また、公式文章の面では、島津氏の表記を用いられてきた。島津家の仮祖、島津忠久が、 この駅両始末層の月食に認じられたのに始まり、鎌倉幕府成立後には、源頼朝より、薩摩国、大隅国、日向国の三国のほか、初期には越前国守護にも認じられ、鎌倉幕府有力御家人の中でも、異例の四カ国を有する守護職に認じられて、以降、島津市は、南九州の氏族として、守護から守護大名、さらには、 戦国大名へと発展を遂げ、その前世紀には九州のほぼ全土を制圧するに至った。1587年に豊臣秀吉に降伏したが、三カ国の丘陵は安堵された。関ヶ原の戦いで西軍に属して敗戦したが、領地を安堵されて、江戸時代には77万国という、戸様大名屈指の遊藩となる。幕末には、長州藩、毛利年へと共に、 倒幕運動の中心勢力となり、明治維新の原動力となった。明治時代、大正時代には政財界に重きをなした。島津家は、本家、文家、旧四半半主家や旧一門家臣など14家が家族に列しており、この数は松平家に次ぐ。この薩摩島津市のほか、越前、品野、駿河、若狭、張間、 大海に支流としての島津氏が派生し、それぞれ越前島津氏、品野島津氏、川州島津氏、若狭島津市、張馬島津氏、甲州島津氏と呼ばれている。共同履歴より、単語曲、水の年放出島津姓については、諸説ありとし、正久が、元略2年8月17日この駅の領する、島津荘の月食に任じられた後、文治元年11月28日、 文治の直居以降、源頼朝から正式に同地の総辞党に任じられ、島津を称したのが始まりとされている。忠久の出自については、島津国史や島津市政党系図において、摂津大阪の住吉大社境内で忠久を生んだ単語曲は、源頼朝の側室で、忠久は頼朝の楽院とされ、出自は頼朝の側室の子とされている。 同じく、九州の死後に認じられた、島津忠久と文母の大友義直に共通していることは、共に、後の九州を代表する名族の祖でありながら、彼らの出自がはっきりしないということ。いずれも、母親が頼朝の側室であったことから、頼朝の引き立てを受けたと伝承されていることだろう。忠久は、石関家の家人として、京都で活動し、義直は、幕府の実務官僚。 中原近義の勇姿だった。この当時、自童に任じられても、遠隔地荘園の勝務をこなせる、東国武士は少なかったとみられ、島津氏も、大友氏も、軍港ではなく荘園経営能力を買われて、九州に下っている形が共通している。忠久の実父については、諸説あり、頼朝の実施であり、これむね公園の養子であったとする、説以外に、 公言の実施であるという説があるが、通時の問題などから公言の実施説については、近年疑問視する説もある。鎌倉幕府初代聖遺大政体将軍、源頼朝より、元略二年忠久はわずか六歳で、当時日本最大の荘園、島津総治当職に任命されて以降、薩摩、大隅、日方の守護職、ほどなくして越前の守護職も追加される。文治五年には、 源の頼朝率いる鎌倉幕府軍による欧州征伐では、東北遠征に10歳で従軍している。忠久は、鎌倉幕府内で特別な御家人であったが、県人三年頼朝亡き後起こった、比企義和の変に連座し一時、守護職を失うことになるが、後に、薩摩、大隅、日向の守護職を回復している。忠久の長男である、島津忠時は、 上級の乱では、鎌倉幕府法の有力武将として、相当の武功を挙げたとみられ、薩摩国、大隅国、日向国のほか、若狭国守護職や伊賀国、佐抜国,国、泉国、越前国、近江国大海国など、各地の自動職も得るなど、鎌倉幕府でも巨大な御家人となる。また、乱の際に使用した立つなぎれと、豪されて、源氏の白旗。 忠久の大鎧と共に、島津総家当主が所要すべき長宝として、相伝することとなった。乱後、忠久は、越前国守護職に干せられ、敬語家国を有するなど、鎌倉幕府内でも、筆頭守護人となる。1227年、忠久の死去に伴い着手た時が、島津市に大当主の座を継ぎ、書式を相続したが、越前国守護職はほどなくして、 ご当主に交代している。忠久以降の島津氏は、幕府の有力な御家人の常として当主は、鎌倉に在住し、現地における、実際の差配は、一族、家人を派遣し、これに当たらせていたが、三代、島津久常が現行期に下校して、以来一族の在地化が本格化し、四代、島津忠宗は、島津氏として初めて、薩摩の地で没した。やがて、 鎌倉幕府の力が衰えて、倒幕の機運が高まると、1333年に五代、島津貞久が、五代五天皇の鎌倉幕府倒幕運動に参加する。貞久は、九州の御家人と共に、鎮税丹内を攻略し、鎌倉幕府滅亡後には、初代、忠久以来の王墨、日向の守護職を回復した。その後、県務の申請が崩壊すると、 県務政権から離反した足利高氏が、摂津国で敗れて、九州へ逃れてきたため、小西と共に、高氏を助け、筑前国たたら浜の戦いで、菊池白子第五天皇の宮方と戦うなど、九州武家法の有力大名として活躍する。しかし、南北朝時代の1342年中期に、南軍の正々将軍として派遣された金永親王が、 南九州へ入り、菊池市と共に勢力を強大化させたため、一時は南朝方にも属するなど苦戦を強いられた。その後、幕府方に復帰した貞久は、市の直前の1362年に幕府に対して、申し状を送っている。その中で貞久は、島津宗は、薩摩、大隅、日向一帯を占める島津市の本願であり、三国の守護職は、 源の頼朝から与えられたもので大住、日向の守護職は、鎮税短大に貸したものに過ぎないとして参加国守護で、あることの正当性を訴えた。前述のように、島津氏は、比企吉和の変で処罰された結果として大住、日向の守護職を没収されたもので、沢久の主張は、史実ではない。しかし、沢久のこの信念は、彼の後継者や島津氏の一族、 家臣団に共有されて後世に伝えられ、今日なお、島津氏は、鎌倉幕府成立以来中世を通じて、薩摩、大隅、日向三カ国守護職を総連し、700年にわたって三カ国を領有したという史実とは異なる認識を定着させることになる。貞久は、着難の島津早急を早くに失っていたため、 三男の島津慈久と四男の島津氏久にそれぞれ、薩摩、大隅の守護職を分与し島津氏を分割継承させた。島津氏久は、和佐助に任じられていたので、その子孫は、宗州や、島津氏久は、む守に任じられていたので、その子孫は、欧州家と言われた。分割継承の後は、六代、宇久が、水島の陣にて、武家法である、九州丹大。 今川貞代の小児冬死亡殺に起こり、武家方を離反すると、同じく六代、死者もこれに準じて武家方から離反するなど、両家は団結して、島津市にあだなす、清政府と今川丹大が一起させた、南九州国人一起と戦い、やがて、それら外敵を退けることに成功した。しかし、共通の外敵を持つ間は、固い団結を誇った、島津両家も、 その外敵が消え去った後は、互いが最も脅威となる存在となった。南北朝の内乱を、分割継承という形で乗り切った両島津司で、あったが、打倒すべき、共通の敵を失うと、互いを脅威とみなし対立を深めた。やがて七代、島津惚久とその着し島津森久が不和となり、総集家内部で内紛が勃発すると、七代、 島津元久がこれを調停し、恩義を感じたこれ久より、薩摩守護職と島津市十代の家宝を譲られ、表面上は、両島津市は再統一された。後に、室町幕府にも相続が安堵された。しかし、総集家が滅亡したわけではなく、両家の対立は残ったままであった。なお、この言及の頃より守護所が、鹿児島の清水城へ移り、本格的に、 鹿児島の町が回復した。守護職が、欧州家のもとに統合された島津氏だったが、源給が死し,しなく没すると、島津一族の筆頭であった、伊集院来宮が、自身の子息を本家当主に据えようと画策する。これを察知した、源給の弟、島津久志豊は、源給の威牌を奪って八大当主となった。これにより、伊集院氏との対立が深まり、また、伊集院氏に、 宗集家が女性したため、またも両国内に内紛が起こったが、最終的に、久し豊は移住院士を下し、また、宗集家を滅ぼすことに成功。島津市の守護両国政を完成させた。旧代、島津忠国の代になると、島津市は守護大名として確立し、比較的安寧な時期が続いたが、大将の内紛は散髪していた。特に忠国の弟である。 島津洋久が聖望を増したため、兄弟間の対立が起こった。この争いは、中央で六大将軍、足利義則との権力闘争に敗れた、大覚寺義明を打った忠国に幕府が味方したため、義久が降伏し、忠国の勝利に終わった。この際に忠国は義久に、殺し受けを立てさせ、ある程度の情報をしている。忠国と義久の対立は解決されたものの、 家中の掌握には失敗して、家臣の犯行を招き、事実上の引退に追い込まれた。十代、島津達久の時代には、応人の乱が勃発し、島津氏は東軍に属した。十一代の島津忠政は、慶安賢治を招兵して、殺難学派を起こすなどが苦悶を好んだが、両国内の一族、国人が立て続けに拒兵したため、ようはかなんだ忠政はついに自害して果てた。 その後も十二代、島津忠春、十三代、島津忠高が継承したが、いずれも創生したため、国内の島津市一族、国人、大隅の肝付きし、日向の伊東市を抑えることは叶わず、守護下の島津市は全く弱体化してしまっていた。室町時代後期に入ると、領域内各地の国人や他の島津一族による闘争が加速化され、さらに、 薩摩大隅守護家は衰退する。やがて、島津市一族の中から、伊作家の伊作中良と殺衆家の島津種久が、対等して、竹を凌駕した。中良の子の高久は一時期薩摩大隅守護家の十四代、忠金の養子として迎えられる。しかし勝久は実球にたぶらかされ、守護復帰を目論んで高久との養子縁組を解消した。ただし、近年の研究では、 防流から当主になった勝久と、重臣たちの確執の存在や勝久に反発する重臣たちの中には、高久や実球を擁立する動きがあったこと、実球が一時期守護家当主及び薩摩を住住守護として迎えられて、国内をほぼ掌握していた時期が存在したことが明らかになっている。その後、勝久は実球により、薩摩を追われて、 母方の実家である大友氏を後ろ盾として、頼み、文語国へと亡命する。遺作中了、高久親子は実球と守護職を争い、ついにはこれを武力で退け、薩摩、大隅を制圧した。前述の研究では、この際に実球が重臣たちの擁立によって、勝久に代わって守護に就任した事実は消されて、反逆行為として書き直されたと考えられている。 十五代高久は内情を築き、修理大部に任せられた。また、着難に、将軍義輝より返記を受けている。高久の着難である十六代、島津義久の時には、日向の戦国大名である伊藤氏を駆逐し、島津氏による三州の再々統一を成し遂げた。1578年の耳川の戦いにおいて、九州丹内の大友氏に勝利する。以降、 大友は衰退の一途をたどり始め、それを証明するかのように、大友が菊池氏より守護職を散脱していた、肥後国より、縄氏と上氏が島津氏へ吉見を通じてくる。吉久は天草個人衆を従属させると、宇都半島の阿蘇シ勢力を駆逐し縄、上梁氏への支援路を確保、北上への足掛かりを築いた。さらに1581年には、 人吉の相良氏を降伏させた。そして大友衰退後に、九州北西部に強大な勢力を誇っていた、非前の戦国大名、龍蔵寺高信との、1584年、沖田縄での戦いでは、龍蔵寺氏も打ち破り、九州最大の戦国大名へと昇華していく。龍蔵寺氏を破ったことで、大友から龍蔵寺に倶返していた、日後の豪族たちも島に転じ 残る日後北中部の阿蘇市と、その悲観である海市の拠点も陥落させた。島津軍が芝叩く間に海進撃を行えたのは、鉄砲の存在と、それを実戦で培い磨き上げた、巧みな鉄砲戦術が大きかったと考えられる。義久は三人の弟や優秀な家臣団を、それぞれ見事に使いこなし、九州のほぼすべてを手中に収めるなど、戦国大名を島津市として、 九州最大半島と勢力を築く。しかし間もなく1587年、かつて北部九州を支配下に収めていたが、島津市との決戦に敗れてからは没落する。一方であった、文後の大友義重の嘆願により、豊臣秀吉の九州侵攻を受ける。島津軍は、秀吉の権勢をもって勢いづく豊臣、連合軍との前哨戦、突撃側の戦い等では、 勝利を収めるが、第二波の攻防では四十カ国に近い諸国に号令をかけ、二十五万以上もの大量兵力を動員してきた、秀吉軍との両国内での総力戦は避け、吉久は、日向から秀吉は攻めてくると予想し、日向口に主力部隊を配備した戦術を取っていたが、意に反して秀吉は、日後口から攻めてきたことが降伏を決断した要因と、される、ね。 白坂の戦いでの敗北を経て、木敷王語の仲介のもと降伏する。本領である薩摩、大隅二カ国、日向諸亜型軍は、この江先久の仲介や交渉の結果、全領安堵される。朝鮮の役が終わると、目覚ましい四川の戦いなどの軍港を大いに評価され、島津市は豊富政権から五万国の画像を受けることになる。これにより、 島津家は56万9000国余りから61万国余りとなり、徳川氏、上杉氏、毛利氏、前田氏に次ぎ、島津氏は豊臣氏とは以前敵対しながらも、浮田氏、伊達氏を抜き、豊臣政権下で第5位の地位につく、大大名となる。関ヶ原の戦いでは、島津義弘は行き違いで西軍に属し徳川家と敵対関係に陥るも、 島津総家最高責任者である、島津義久が、徳川家康と、約三年に及ぶ戦後交渉にあたり部備教順の、態度を取り、また、この絵の豚屋や家康側近の良い直政や山口、直友などの用語もあり、全所領安堵を認めさせる。以降、薩摩藩として、幕藩体制に組み込まれることとなる。また文家により日向佐渡原藩が成立した。 大阪の陣では二度とも合戦には参加せずにいたが、島津市により関ヶ原の戦いで敗れた、西軍副大将だった、宇喜多秀家が、薩摩でかくまわれていた経緯から、島津市を頼って戦死したはずの豊臣秀頼や真田、幸村が、密かに大阪を脱出して、九州薩摩に向かったという噂が慶の都や大阪で、信憑性を持って流れた。江戸時代初期には、 徳川家康の領海の下、初代薩摩藩主、島津家久は琉球へ侵攻して、奄見群島を領有し、琉球王国を支配下に置いた。島津家では、半独自の検知が数回実施され、前田、越後松平に次ぐ徳川政権下で、第3位、72万国余りの大半となる。その後、国高の高直しなどにより、表高は77万国となる。 薩摩守の官名を独占し、14以上左子の江県中将が極寒となった。幕反対成果にあっては、法力治水に代表される幕府の弱体化政策など、圧迫を受ける一方で、徳川綱吉幼女、竹姫が、島津慶保の後妻として嫁いで、以降は、ただ子、恵子と将軍家と婚姻を通じ、遠赤関係をも深めることを度々であった。 島津家は武家でありながら、江戸時代265年同士将軍家未大将を二人も出したことは異例である。また、長命と子孫に恵まれた当主が多かったため、軽視問題などへ介入されることがなく、幕府との関係は有効的かつ安定的に推移した。幕末に至って膨張する西洋帝国主義に対抗すべく、28代、島津成明の時に、様式製鉄、 造船、宝石を中心とした近代産業を起こした。三阿会議の失敗で、薩摩藩はそれまで推進してきた、工部合体や抗議生態などの幕府改革路線を捨て、藩内より、尊王倒幕の志士を排出、徳川将軍家と深い遠石関係にありながら、戸座まで、藩徳川の毛都市へと、薩長同盟を結び、倒幕の中心となる。 和歌山県高野山にある島津家の墓、鎌倉時代以来、鎌倉幕府の名家島津氏は、相馬市、相原市、宗氏、南部市と並び、明治まで700年近くにわたり、同一の国、地域を治め続けた、世界でも稀有な領主である。明治に至り、島津忠義の本家と、実父島津久光が、維新を自ら分家した、たまり島津家の庭に,に公爵が受釈される。 他、有力文家に、昭和天皇第五王女、清宮高子内親王が課した佐藤原島津家がある。その他多数の文家が男爵に除釈された。昭和天皇の皇后後順皇后は、島津忠義の七女、近子の娘で、秋人上皇の母方の祖母でもあり、上皇の妹の清宮高子内親王も島津家に降下しており、秋人天皇からは、 皇室と深い遠石関係にあることが語られている。島津義弘を第十七代当主とする資料の書室は幕末に編纂された島津市政党系図と考えられている。これ以降、島津家の系図はこれをもとに作られ、義弘イコール十七代当主という認識が定着していった。また、秀吉の九州制圧後、義久に大隅を義弘に、 薩摩をそれぞれ蔵入地としてずつがったことも義弘が当主であるという認識を補強する材料となった。しかし1980年代に入ってから島付当主の証である五0物の研究が西本政二によって進み、当主の地位が義久から忠常に直接譲られていることが判明すると義弘は17代当主ではなかったという学説が、 山口健一や福島金次ら多くの研究者に支持されるようになった。以降、吉弘は当主であった説と当主ではなかった説が並列するようになった。なお、島付け関連の物品を所蔵、研究、展示している章子修正館では、経図重視の観点から吉弘を第17代当主と認定していたが、2004年に章子修正館文化財課長で、 鹿児島大学法文学部非常勤講師の松尾、千と瀬も義弘は当主ではないとする論文を発表した。なお、現在も続く党の島津本州家及び、党の小古修正館自体は2016年の現在も義弘を17代当主としている。また、島津市の家督継承に関しては、室町時代中期に島津忠国が一時期に、 弟のヨークに家徳を譲っていたものの最終的に家徳を取り返したとする新名和人の説や戦国時代に島津勝久を追放した殺衆家の島津寂久が宗家重臣の指示を受けて家徳を一時継承したとする山口健一の説が出されており島津本州家及び証拠修正官の見解とは異なる変遷像が描かれつつある島津氏の系統には以下がある 島津家の悲観は、その価格により三つに呼び方が分けられていた。一番格上はご一家と称される、島津の有力書家で、薩州家、遺作家、総州家などに加え、北郷家と川山家などもこれに類された。また、六代四次久が、この言及に対し、宗家とご一家の間に身分の上下はなく、特に、泉、佐田、新色、北郷、 川山の各市はご教書を与えられた家であり、上下はないと心得るよう言い含めており、少なからず、言及の代までは、そのような関係が続いていたようである。続いて、ご内と呼ばれる、不代悲観、直属悲観であり、初代忠しに従い、九州へ下校したもの南北朝時代までに悲観化された抽象在治療種、もしくは、ご一家、国州の諸家で、独立した所領を持たず、 悲観となったものなどがこれに類いされた。続いて、国衆、または国方と呼ばれるもので、軍事や地頭などの国人領主を指す。土持氏や伊藤氏もこれに類いされていた。公式文書署名は、島津家当主が足利高氏の勇士となる、室町時代初頭では、これ宗屋村、戦国時代から新田流源氏を名乗るまでは、この池の所流として、 藤原阿蘇と署名していた。江戸時代に入り徳川家の松平の名字を与えられ、以後、幕府の公式文書などでは、松平薩摩守ると書かれる。島津市の縄文に使用された図案は、島津十文字、丸二十の字、靴は十字などがある。いずれも十文字門であり、靴は門やくるこ門とは区別される。替え門に、島津ボタンや五十三切りを使用する。 また、猛古襲来絵言葉には十文字の上に、鶴丸門を描いた、島津久常の上りが描かれている。品濃島津市の長沼家の、靴は十字については、靴はとして、米府がの子に乗る。十文字の起こりについては、諸説あり、二匹の竜を表したとするもの欧州征伐の際、初代、忠久へ源の頼朝が二本の橋を取って十字を作り、 これを、島津の門にさせたとする者、鎌倉時代に、中国の樹符の影響で、災いから身を守り服を招くため十字を切る風習があり、それを家紋とした。などがある。室町中期に編纂された、見文書家門には、島津十文字が掲載されているが、江戸時代初期の、完成重修書家符に掲載されている丸二十字の図案や、丸二十の字の図案が縄文として使用されている。 関ヶ原合戦図屏風には、島津十文字を描いた、吉弘の旗が描かれているが、豊久の旗には靴は十字が描かれていることから、歴史研究家の王の信長は、関ヶ原の合戦が行われたこの時期が、筆文字の十文字から、靴は十字への変遷時期だと推測している。フランシスコ・ザビエルが不況のために、鹿児島に来た際、島津氏が白い十字架を使用していたことに驚く。 という記録がある。ありがとうございます。